日本の神話と重大昔話。く山正夫。神話、神々の黄昏。が雨一、あめ若彦。さて、日本の国では、古い神様の世も、だんだんおしまいになってまいりました。一日で言えば、暮れがの、 黄昏の世に近づいいてりままりした。「大国主の御子の一族は出雲の国から日本の国中に広がってなかなか盛んな威勢を振るっておりましたが何分五十年百年二百年という長い年月の間に政治が緩んできておいおい悪い神たちが方々で暴れ出し 民百姓を苦しめたりするので日本の国もだんだん乱れかけてきましたところで高間ヶ原では久しい前から天照大神のおぼしめしで日本の国はゆくゆく自分の子供たちをやってさめさせなければならない国だと言っておいでになりましたそこである時 大御神は御子の正川勝勝はやび天のお汐耳の御ことお呼びになって、日本の国は私の子供をやって治さめさせたいと思っていたが、いよいよその檻が来たからお前に行ってもらいたいと思う、とおっしゃいました。そこで天のお汐耳の御ことは仰せに従って、まず天と地の間にかけた。 雨の浮き橋の上にお立ちになって下界の様子をご覧になりますと豊足原の中津国といわれた日本の国のどこもここもなんとなく風立って鳥けものはもとより草木や岩石までも口をきいてガヤガヤざわざわ言っていますその間には岩の間から火が燃え出したり 沼の底から光り物がしたり悪魔の泣いたり笑ったりする声がけたたましく聞こえました。天のおしおみみのみことはこの様子をご覧になるとこれではせっかく天から下ってもなかなか容易のことでは治めてゆくことはできないとお思いになりました。そこで一旦高間原にお帰りになって ご相談をなさいましたすると天照大神のおぼしめしで天野安の川の広い河原に高見結びの神を議長にして八百万の神たちの会議が開かれることになりました「足原の中津国は天照大神のご子孫の王様になるべき国であるがただいまでは 悪魔のような国の神が国中にはびこって乱暴を働いているので手のつけようがない。これを平定させるには誰をやったものであろう。それを相談してもらいたい。こう高見結びの神はおっしゃいました。そこで知恵者と言われている重い金の御事をはじめ、八百万の神たちが、 あれかこれかとご相談をなすった末それは天のおいのみことをやるのがよろしいということになってみことがおくだりになることになりましたさて天のおいのみことは日本の国へおくだりになってまず出雲の国の大国主のみことのお宮へおいでになりましたが 何しろ、日本の王様で大層な異性なのに驚いてしまって、降参を進めるどころか、へいへい言いながら、向こうの家来になってしまいました。天の老いの御琴が日本の国へ下ってから三年たちましたが、うんともすんとも音とさたなしになってしまったので、高間ヶ原では、 また八百万の神たちの会議が始まりました。足原の中津国へ天の甥の御事をやったが、三年経っても帰ってこない。今度は誰をやったものであろう。こう高見結びの神がお尋ねになりました。するとまた、重い金の御事が、それは天津国玉御事の子の,の、 彦をおやりになるのがよろしゅうございます」と申しましたそこで大御神は阿か若彦を呼んで天恥弓という弓と天の家具屋という矢をお授けになり下界へお出しになりましたところがこのはかひこも出雲の国に下るともう 鷹牧原へ帰ることは忘れてしまって大国主の巫女のお娘の下る姫のお婿様になりやがては巫女の後を継いで日本の王様に自分がなろうというたくらみを起こしましたそして鷹牧原を出て8年目になるまでもまるで音沙汰なしになっていました キジの使い「そこで高間ヶ原では天照大神も高見結びの神もご心配になり雨若彦が出たっきり八年も帰ってこないのはどうしたのであろう今度は誰をやって雨若彦の様子を見せにやったものであろうと八百万の神たちや 重い金の御子にご相談なさいました」すると「それではキギスナキメをおやりになるのがよろしゅうございます」とみんなが答えました「キギスナキメというのはメスのキジのことでした」そこでキジがお使いに立ってはるばる日本の国へ下ることになりました。 木地は出雲のお宮へ着くと、雨若彦の住んでいる御殿の門口に、地面の見えないほど枝葉を広げて茂っているカツラの木の上に飛び降りて、天照大神から追いつけの通り、雨若彦、雨若彦、お前を足原の中津国にやったのは、国にはびこる悪い神たちを説いて、 降参させるたためではなかったかっもうそれから八年にもなるのになぜご返事をしないのだ」と言ってやかましく泣き立てましたするとその時阿弥若彦の御殿に仕えている天野咲夢という召使いの女がこの記事のやかましく泣き立てる声を聞いて気味を悪がり アメワカヒコの前へ出て、角口に何だか嫌な声を出して泣く鳥がございます。気味が悪うございますから居殺しておしまい遊ばせ。と申しました。アメワカヒコは何の気もなく、そうか。と言いながら前に高間原から下るとき、アマテラス大神のお手図からいただいてきた。 はじ弓に天の家具屋をつがえてただ一屋に雉を居殺してしまいましたところがさすが霊言のある矢ですから雉の胸を射ぬいた上にずんずん空の上まで高く飛んでいってとうとうちょうどその時天の安の河原においでになった天照大神と み結びの神のおそばまで飛んでゆきましたその時高み結びの神は下界から逆さに矢が返ってきたので驚いてご覧になると矢の羽に生々しい血がついておりましたその上よく見るとそれは8年前阿弥和彦にもたしてやった天の家具屋でした 高み結びの神は、他の神たちに、この矢をお見せになりながら。これは、昔、雨若彦にやった矢だ。今、この矢についた血が、本当にあの時の言いつけ通り、雨若彦が、この矢で悪い神たちを退治してついた血ならば、決して、雨若彦には当たるな。そうでなくて、 雨メワカが悪い心になっているならば、この矢はすぐに雨メワカの災いになれ。こうおっしゃって、ミコはその矢を取って、今しがた矢が突き抜けてきた穴から外科へお突き返しになりました。すると、矢は案の定、雨メワカが何にも知らず、 床の上に眠っていた胸の上にぐさりと刺さって、雨若彦は殺されてしまいました。雉の使いで生きっきりとか、返し屋が恐ろしいものだとかいう例えは、これから始まったということです。三、鳥の海藻。 若彦が死んだので置きの仕立てる姫は悲しがって毎日毎夜おいおい泣いておりましたその泣き声があんまり高いので風に連れて空まで聞こえましたそれで高間原から雨若彦のお父様の天津国玉の御琴だの 親類の女や子供たちがぞろぞろ下ってきて、か若彦のお弔いをいたしました。お弔いの仕方は、山の下にもやといって死人の缶を収める小屋を作り、ずめを頼んでお供物のお米をついてもらい、かわせみを頼んでお料理番をしてもらい、 川の狩りを頼んでおくもつをあげてもらい、木地を頼んで泣き女の役をしてもらい、そして詐欺をお掃除役に頼みました。こうしてお弔いの支度ができたので、親類や友達の神たちがもやの周りに集まって、八日、八晩の間、音楽をあげて死人の霊を祭りました。 その時下る姫の兄様のあじすき高彦根のみこともお悔やみにおいでになりましたがこの神は亡くなったあめ若彦と大変顔形がよく似ていたので天から下ったあめ若彦の親類の女や子どもたちが間違えて「おやおやあめ若彦は亡くなったと思ったらまだ生きていらしたいらっしゃった」。 と言いながら大勢寄ってきて、みことの腰にかじりついたり、手足を引っ張ったりしました。するとみことは真っ赤になって怒りだし、私は仲のいい友達が死んだから弔いに来たのだ。それを汚らしい死人と間違えるなどとはとんでもないやつらだ。と言って、いきなり腰につるしていた長い剣を抜いて、 死人を治めたもやをバラバラに切り倒した上足毛にかけて蹴飛ばしたまま後をも見ずに帰っていっておしまいになりましたその時蹴飛ばしたもやが出雲の国から美濃の国まで飛んでいって相見川の川上のもやまという山になりました生きた人が 死んだものにまちがえられることは神よからこんなにきらったものなのです。さてこのあじすき孝彦根のみことはたいへんきれいな神様でおかえりになる時からだから明るい光がさしてこちらの山から向こうの山向こうの谷からこちらの谷へと光を残してとんでおいでになりました。 それを見た妹の仕立てる姫が「雨なるや」「音七夕の促せる」「玉のみすまるみすまるに」「あ玉はや」「三田に蓋渡らす」「味好き孝彦根の神ぞや」という歌を読んでお兄様のみこだということを。 みんななににお知らせになりました。「これは空においでになる美しい七夕姫というお姫様の首にかけた飾り玉のように美しい光を持って二つの谷をかけて輝き渡るこの神はあじすき孝彦根の御琴という神であめ若彦ではないあの不思議な体の光を見ても それははわかるではないか、るででないいとうのです。4. お国譲り「さてこういうわけで天のお使いが二度までしくじってしまったので天照大神はまたまた八百万の神たちとご相談の上高間ヶ原で一番武勇の優れた神様をより出すことになり 普通,主のと武の通主・武見からおりりににななることました。お二人の神様は出雲の国の稲佐の小浜というところにお下りになってまず大国主のことをお呼び出しになりました。 大国主の巫女が何事かと思っておいでになると二人の天津神たちは腰につるした長い剣をいきなり抜いて刃先を上に向けてこれを波の帆の上に突き立てました大国主の巫女は何をするのかと思って目を丸くして見ておいでになりますと二人の神は その剣の先にあぐらをかいて座ったのでいよいよびっくりしておしまいになりました。その時普通主の御こと武見一ちのことは厳かな声で大国主のことに向かい「我々は高間ヶ原から天照大神と高み結びの神のおいつけを受けて下ってきたものです。 あなたが今治めていられる日本国は、大御神のお子様のご領地と、はじめから決まっている国だ。素直に差し上げるかどうです。と言いました。すると、大国主の御子とはしばらくお考えになって、私は党に隠居して、国の政治も子供たちに譲ってありますから、 何ともお答えはできません。王子の八重子と白主の神に聞いていただきたいが、あいにく今日は三保の先へ魚を釣りに行ってまだ帰ってきませんから、しばらくお待ちください。と答えました。すると甘津神たちは、いや、我々は返事を急ぐのだ。と言って、甘の鳥り船、 という空を飛んでいく早船を呼んで琴城主の巫女を迎えにおやりになりましたやがて琴城主の巫女は帰ってきて急の用向きを聞くと大層恐れ入った様子でお父様の巫女に向かい「お父様これは恐れ多いことでございますこの日本の国は早速天津神の巫女に差し上げてくださいまし」 こう言って自分は柏手をポンポンと高く鳴らしてそのまま乗っていた船の三好に立って船をひっくり返しますとそこに青々とした芝垣ができましたその中へ巫女は飛び込んで姿を隠してしまいましたそこでお使いの天津神たちはまた大国主の巫女に向かって ことしろ主の御子は、素直に国を譲って自分も海の中に入ってしまいました。この他にあなたのお子で相談をなさる神がありますかと聞きました。大国主の御子は考えて、子供はたくさんございますが、こういうことの相談は、次男の武港の御子と、 この一人だけにしていただけばよろしい」と答えました。そう言っておりますと、その時ちょうど竹見仲の見ことが後ろからやってきました。見ことは手の先で軽々と千人力の大石をつまんできて天皇神の前にぶら下げながら、貴様たちは俺の国へ来て何をこそこそ相談をしているのだ。 ぐずぐず言っていずとさあここへ出てきて俺と力比べをしろ」と言っていきなり大石を天つかみの頭を越して海の中へ放り込みましたその石がそのまま島に化けたのが今も出雲の稲佐の裏にある小石島という島だということですしかし二人の天つかみたちは バカにしたような顔をして、まるで取り合いませんから、竹南方の御琴は悔しがって、いきなりつぬ主の御琴のそばによって、その手をねじり上げようとしますと、腕はいきなり透き通った氷柱になって、触っても手が凍えてちぎれそうになりました。御琴は驚いて手を引っ込めましたが、それでも負けない気ですから、 今度は武見和路のみことの腕をつかもうとしますとそれが両刃の剣になってギラギラ光ってもう少しでみことは指をバラバラに切られてしまうところでしたみことはいよいよびっくりして逃げ出そうとしますと武見和路のみことは怒ったような声を出して「ひょうの、逃げるやつがあるかさあ手を出せ今度は貴様の番だ」。 とどなりながらいきなり竹南方のみことのうでをつかんでまるであしのめでもへしおるようにへしつぶしてみことのからだをじゅっちょうもさきへなげだしてしまいました。竹南方のみことはもうとてもかなわないと思ってあとをもふりかえらずにどん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 にげだしますとふたりのあまつかみもどこまでもとおっかけてきます。 とうとう出雲の国から信濃の国の諏訪湖の岸まで追い詰めて、武湊潟のことを捕まえてしまいました。ことは殺されそうになったので、悲しい声を出して、私を殺してはいけません殺してはいけませんもう決してここからどこへも行きませんお父さんの言うことも聞きます兄さんの言うことも聞きます この日本国は天津神の御子にあげますと言って降参してしまいましたさて竹南方の御子が降参したので御子の命だけを助けて諏訪の湖水に封じ込めてしまいましたそれから二人の天津神は出雲の国に帰り 改めて大国主のみことにあなたの子どもたちはことしろ主も武皆方も天津神の命令に背かない約束をしましたところであなたのお考えはどうですと尋ねました大国主のみことは子どもたち二人の申しましたとおりに私もしたいと思います この日本の国は仰せのままに差し上げることにいたしますが、それについて一つのお願いは、この後、私の住む宮を、天津神の巫女たちのお宮と同じように立派に作ってください。そうすれば、私はそこにこもったまま、再び世の中へは出てきません。また私の子どもは、みんなで八十一人もあるおびただしい数ですが、 一番上の兄の今年の主が天つ神のご家来になって仕えることになりましたからこの上は誰一人背くものはありますまい」こう言って大国主の巫女は姿を隠しておしまいになりましたそこで大国主の巫女のお言葉の通り出雲の国の築きの先に広大なお宮を建てて 事のおすまいにさて普通主の巫女武見一の巫ことお二人の天使は守備よくお使いの役目を果たして高間原へお帰りになり日本の国の平定した趣を大御神に申し上げました。 これで長らく日本の国を治めていた大国主の巫女の一門の古い神様たちの世は終わって天からお下りになった日の神の御子たちの新しい御代になりました。